はい、待つこと1時間、ちょうど1時間20分ぐらい待ってます。1時間40分ぐらいかかってる。来てもらうまで、ありがとう。これ開けないかんねんな。はい。どうやって開けんのやったっけ。これか。これかな。これ、はい、開いた。あの、動画撮っとるけどいいかな。あ、全然大丈夫です。はい。はい、あの、来てもらいました。1時間40分ぐらいかかってます。最初の電話から。担当者が休んどったからね。あ、そうなんですか。なんであかんねんって、はい、担当者来てくれたらすぐできるのにな。ほんと分からんからさ、なんや、東京会場やどっから電話かかってきてさ。はい、すいません。分からん。やって言うてることがさっぱり分からん。ほんで、あの、本題言ったらな、はい、おそらくバッテリーちゃいまっか言うてた。あ、そうなんですね。うん、はい。妹さんの役方です。はい。ただ、ホンダのブリードの5271。ほんで、あの、別会社で来ますからって、えらい言わはんねやんか。ああ、そうですか。ほんで、引っ張っていきますから言うて、あの、僕の時は。いや、サービスカーで行ける、ご対応行けるということで。いやいや、お姉さんがよ。あ、そうなんですか。だからな、あの、劣化車で来るとえらいおっしゃるもんやから、劣化車見てたんやんか、俺。そしたら、ちょっとつながしていただきます。はい。開けたけど、開いてない？あ、開いてます。はい。おお。開いてた？こんななかなか見たことないわ。なるほど。あのハイブリッドやから、そのあのあれがバッテリー上がらなかったら考えてなかったもんでね。おかしてもうていいですかね。どうぞどうぞ、はい、全然考えなかったもんでね。このバッテリーまた違いますよ。とな、まあ、それでも回したスクリューあのかかるということね。そうですね。すごいね。こうやって撮られると緊張しますね。え？どうした？こうやってビデオ撮られると緊張します。緊張する。ごめんごめん。あの鍵で。鍵は、あ、そうか、鍵入れな。鍵中入れないとつけへんわ。あ、すいません。中入るだけでもかかりますわ。何もせんで。はい。ほんで、あの、かけるらしいです。はい。まあ、かけていただきましょう。まあ、いっぱい高かったな。かかりました。バッテリー上がり、間違いない。中開けてみたことないよ。初めて見る、これ。へぇ。中、初めて見るけど、こんなことになってた。はい。ほんでさ、これ、あの、ちょっと行きますやんか。はい。止まったら、また、かからん可能性ある。いや、ちょっと待ってくださいね。うん。なんかね、向こうの、点検ではね、異常なしになってたんやけど。はい、あ、そうなんですか。うん。ちょっとバッテリーが、もしかしたら、うん、日付は書いてないんですけど。これはだから最初からそのままやわ。古いかもしれないので、バッテリー交換。3年ちょっとやわ。あ、3年ぐらいですか。だいたい前の時、だいたい5年に1回ぐらい帰ったけどね、バッテリーして。今3年であかんかね。1回バッテリー上がってしまうとね、うん、寿命が縮まってしまうので、うん、もし、まあ、近々でいいので、はい、バッテリー交換、まあ、した方がいいのかなと。はい、わかりました。この走ったら、ちょっと、30分ぐらい走って、はい。これ止めてまたかかるかね。まあ、ちょっと中の、クーラー入れたりとか、ナビゲーションであったりとか、電気のその使う分がによって変わると思うんですけど、はいはいはい、まあ今からどっかお出かけされるんですか？いや、だから昆虫館行って、安田村行かせたんからな。ああ、そうなんですね。撮影でさ。ああ、ほんで、まあ、できれば、うん、このままガソリンスタンドか、うん、まあスーパーオートマックスであったりというところに寄っていただいて、まあ、バッテリー、交換していただくのが、うん、まあ、おすすめかなとは思うんですけど、はいはい、まあそうですね、走ったら充電はされると思いますので、はい、はい、わ、はい、かりました。じゃあ、オートバック先行った方がいいな。そうですね、まあ
ガソリンスタンドでもこの手やったら、ある程度在庫の方は持ってはると思いますので、はい、それは小さいね、ガソリンがねえ、そう、私の今まで乗ったこの一番小さいことだったり、まあ、ハイブリッド車でありますので、メインの、大元のバッテリーは別にありまして、はい、初めて見ました、中を。あ、そうですか。こなってんねんな。全部ホンダがやっとるからさ。だからボンネット本は決めさせていただいて、はい、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。すんまへん。助かりました。OK です。はい、ありがとうございます。すいません、はい、サインだけいただいて。はい、ありがとうございます。はいここに、すみません、ここですか。あ、この下で大丈夫です。下で、はい。はい、14時13分ということで、はい。14時13分。はい。ここです。大変だな。到着が14時7分。はい。僕が出たのが、13時43分。定理から。どこから来たんですか。ケニからです。ケニから。いいえ、はい。ありがとうございます。実はそういうことで。はい。はい、ありがとうね。レッカーで来るとえらい何回も言われるもんやから。あ、ほんですか。サービスカーで対応できるということで。はい、ありがとう。これカメラ。ありがとう。それはすいません。はい、ありがとうございました。すいませんでしたね。はい、どうも。鍵なんですけど、はい、ここに入れときましたので。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうね、失礼します。はい、どうも。まずオートバックスに行きなさい。オートバックスに。